1曲目の曲はですね、ファンタイムカウントベーシーの曲をお送りいたしました。楽しい時間、というタイトルの皆さん楽しい時間を過ごしていただいておりますでしょうか。私たちも先ほど言いました通り、楽しく演奏をさせていただいておりますので、皆さんも最後、あと30分足らずと思いますけども、最後まで楽しんでいただきたいと思います。1曲目ファンタイム、ソロを紹介します。ピアノ金子谷田恵美、ありがとうございました。2曲目はですね、今度は、角田健一さんというですね、日本人のバンドビッグバンドリーダーでありながら作曲もやられる、角田健一さんの曲でですね、ノクターン、よくクラシックでもショパンのノクターンとか言いますけども、夜奏曲というですね、こちらの方をお届けします。こちらの方はですね、トロンボーンソロをフューチャーいたしまして、ではノクターンをください。
オーバージョイドという曲ですね。こちらの方も、サノバンリズムなんだろうな、こちらの、非常に、気持ちのいい、いいメロディーなんですけどね。今度はテナーサックスのフィーチャーで、お届けします。オーバージョイドです。
ーバージョンでございました。テナーサックス、戸辺直人。次の曲に行きたいと思います。次はですね、こちらの、ジャズの知る人ぞ知るの曲なんですけれども、トランペッターの、ウッディ・ショーという方が、作曲しました「Sweet Love of Mine」という曲を聴きたいと思います。
ありがとうございました。最後ちょっと間が空きました。ウッディショーの、スイートブラ、まあ、スイートラブオブマインでした。最後の曲になりますけれども、最後もまたこれまた、フィーチャー曲でお締めたいと思います。ジャコパストリアスの、演奏で有名なですね、インビテーションも、こちらをですね、ギターソロフィーチャーで、お届けします。かなりギュワンギュワンとヒップ音を響かせて、ソロを聴かせてくれると思いますので、かっこいいソロを期待してください。はい、最後インビテーションです。最後、ソロ、最後になりますので、ね、ソロを紹介します。ギター、高木沖縄。それからごめんなさい、前の曲のソロをご紹介しなかったです。前の曲の、スイートラブの前のソロはですね、ピアノ、こちらの金田インビ、それからアルトサックス、新井優斗、そして、ガテンパーカッション、高尾博士、それから、ドラム、川上沙和子、はい、すいませんでした。では最後にインビテーションを聞きください。